超速機とは、機械において回転などの運動の速度を自律的に調整する仕組みである。ガバナーとも言う。電動機の回転数を一定に保つ方式には、電子ガバナーと呼ばれるものがある。遠心ガバナー蒸気機関の発明ものでもある WAT が実用化した遠心超速機が有名である。遠心超速機は回転する軸の周りの重りが、遠心力により外に触れることを利用する。 蒸気機関の場合であれば、おもりの外への触れがシリンダーへ蒸気を導くバルブを閉じる方向に作用するようにしておく。出力が上がり回転が速くなると、おもりが触れ、バルブを閉じようとし、出力を抑える。出力が下がると、おもりが戻り、バルブを開こうとし、出力を上げる。この逆方向の制御の微妙なバランスにより、機関の出力を一定に保つ。 機関に負荷がある場合でも作用するのでより正しくは出力よりも名前通り速度調整を行うものである。同様のものはガソリンエンジンなどの内燃機関やタービンエンジンでも使われている。ガソリンエンジンや石油発動機では蒸気ワルブの代わりに機関機の弁を開閉する。時計はその目的上精密な制御が必要であり十分な正確さの実現のために 超速機構というより低速機構である脱進機が用いられる。機械式時計の初期の脱進機はゼンマイバネなどで駆動する場合、駆動トルクの変動の影響を受けるものであった。振り子時計は脱進機を振り子の当時性によって制御するもので非常に正確である。しかし、振り子はどうしても一定の空間を必要とし、同様のある環境では使用できない。そのため、 和時計は棒添付による脱診機を使用し、初期のクロノメーターなどは常に一定の力で駆動されるよう工夫された。機械式の置き時計、腕時計や懐中時計などで用いられている脱診機は、添付と呼ばれる重りと、髭前イと呼ばれるバネを組み合わせて、振り子の代わりとしている他は、振り子時計とほぼ同様のものを備える。現代の主流はクオーツ時計であり、 蒸気の機械式調速器は、正確さよりも工芸品としての価値に重きを置いた、時計にのみ使われるようになっている。オルゴールは、音楽を決まったテンポで演奏しなければならないが、時計のような精密さは、必要ない。今日一般的に見られる小型のオルゴールでは、速度調整のため羽根のついた車がついており、空気抵抗により回転を抑える仕組みになっている。初期のカメラは、 人が経験と感に基づき、一定時間レンズキャップを外すなどして録音していた。写真材料の高感度化とレンズの高性能化により、シャッターを正確な時間開放することが重要になり、シャッターの超速機構はカメラの重要な構成要素の一つとなった。古典的なカメラでは、大体1、30秒前後を境に、高速側と低速側に分かれており、それぞれ高速がばな、 低速ガバナのように呼ばれる。エレベーターでは安全装置の一つとして超速機が使われている。定格の速度をある程度超過すると超速機が動作し強制的にエレベーターを停止させるようになっている。遠心超速機は17世紀から風車の薄い指導士の距離と圧力を調整するのに使われ始めた。初期の蒸気機関は純粋に往復運動しか使用せず。 水の汲み上げなどに使われていた。そのため、動作速度が変動しても構わなかった。ジェームズ・ワットは、回転式の蒸気機関を導入して、工場の機械などを駆動できるようにしたが、それによって、動作速度を一定に保つ必要が出てきた。1775年から1800年の間、ワットは、事業家、マシュ・ボールトンと共に500台ほどの回転式、ビームエンジンを作った。 その心臓部は、ワット自身が設計した、円錐振り子式調速器である。複数の回転する光球を垂直な心棒に、腕木で接続した形状で、それらの玉の重さが制御力となっている。ワットの設計に基づき、アメリカ人技術者、ウィラード・ギブズは1872年、ワットの円錐振り子調速器を数学的なエネルギーバランスの観点から理論的に分析した。 イエール大学の大学院でギブズは超速器が反応が鈍いという欠点と制御対象の速度変化に過剰に反応するという欠点を抱えていることを見ていた。ワットの超速器の平行からの累推でギブズは二つの実体の平行に依存する熱力学系を作り出す熱力学的平行の理論を考え出した。一つ目は中間物質に供給された熱エネルギーであり、二つ目は その中間物質が発揮する運動エネルギーである。この場合の中間物質は蒸気である。このような理論的研究から、ギブズは1876年、不均一な物質系の平行についてという論文を発表し、ギブズの超速器を製作した。それらの定式化は、ギブス自由エネルギー方程式という形で、今日の自然科学で化学反応の平行を決定するのに使われている。 20世紀に入って発明された真空管による増幅器においてフィードバックの利用法が確立し制御理論の研究が進んだが、それらは以上のような超速器の働きを明確化し理論化したものと言える。ありがとうございます。